厚生連藤見高原病院は長野県諏訪郡藤見町にある長野県厚生農業共同組合連合会が経営する病院。1926年に藤見高原療養所として設立された。結核の高地での長期療養を主目的としたサナトリウムであったが、初代院長の正木不助級は周辺住民の結核療養所に対する危機感情に配慮し、下下 眼科、自備科、婦人科なども設置した。しかし標榜化を増やしたことから人件費がかさみ、療養所は3年で財政難に陥った。分彩もあったまさきは、分泌活動で収入を得、療養所の経営を支えた。戦後は医療の進歩もあり結核療養施設の意義は薄れ、まさきも医師を引退する。1981年には、 長野健康精錬の管理に遺憾、後に周辺地区の病院、診療所、老人福祉施設を運営する組織として、富士見高原医療福祉センターが成立すると、富士見高原病院は、その富士見事業部下の本院として位置づけられている。この病院の前身である、富士見高原療養所は、1926年、株式会社組織の総合病院として設立された。 かつては、富士の病とされた、結核患者の療養所として機能させるため、八ヶ岳山麓の空気清浄なこの地に設けられた。文学の素養にも引い出た、初代委員長、正木俊二の交友関係から、堀達夫、竹久夢二、横溝聖氏らの文人もここで、療養生活を送った。また、堀達夫の婚約者であった、 矢野綾子もここでの療養中に病死している。また、当時の結核療養の状況を背景とする患者や看護婦らの恋愛模様を描いた原作に、基づく映画撮影の舞台としても用いられ、その悲恋物語が人々の涙を誘うヒット作品となったなど。長らく創立当時の病棟が旧富士見高原療養所資料館とされ、王子の様子を忍び、 亡国病とも言われた結核の歴史と現況を伝えて、いたが老朽化が著しくなり、耐震性にも問題があることから解体されることになり、2012年9月から解体工事が開始された。2012年10月には、病棟のあった場所で6階建て新病棟の起工式が行われた。旧病棟の展示資料や建物の一部は、 富士見高原医療福祉センター内に保存され、資料館は再開された。ありがとうございます。